レイティで定石研究員をしております藤井と申します。今日は皆さんあの国書の中お忙しい中、えー、私のお話を聞いていただきまして誠にありがとうございます。えー、私はあの、えー、レイティの定石研究になってまあほぼ四年半とか五年になってまいりましたけど、まあもとはそのエネルギー経済原油と中東情勢について中心に、えー、研究してまいりましたけど、ここ五年からまあ七年の間で最近日本のその多者会 まあ、超高齢社会、多社会、超高齢社会といわれる日本がもう今、他社会に入ったんじゃないかということで、他社会における日本の在り方っていうことを少し、まあ、経済とちょっと離れて、まあ、政治、文明、社会的な関係で分析をしておりまして、え本日は他社会と QOD、いわゆる死の質、水、コロナ時代の介護産業ということでお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まずあの新型コロナですが、もう、えー、パンデミックを宣言してからかれこれ、えー、半年近くになったわけですが、まだまだ、えー、新型コロナ、世界経済に対える深刻なダメージが続いておりまして、先に見えない状況にないいっていますただ、この中でですね、一つ今、私が気づいておりますのは、まあ、誤解を恐れずに申し上げると、新型コロナっていうのは、病原性という観点で言えば、それほど深刻なウイルスではないのに、 なぜこのようなに世界経済に大きなダメージを与えているのかということについてまずお話をしたいと思います。でそれにつきましてはですねフランスの精神科医が述べたところで私も全くその通りだなと思いましたが実はこの新型コロナに対する我々の戦いっていうのは、まあ、人類で初めて経済を犠牲にしてでも社会的弱者を救う、まあ、今回の場合高齢者の方基礎疾患ある方が非常にそのリスクファクターが高いということですが。 社会的者を弱者を救うとう決断がしている上に、まあ、非常に大きな問題、まあ、経済を犠牲にしてでも救うという非常にまあ人類で初めてまあ倫理的な決断をしたということが言えるかと思いますでその中にあって実は欧米一部日本でも言われ始めておりますが欧米の死者の方のかなり半数程度は例えば大規模の介護施設などで発生しているわけですが それに対しまして、世界に冠たる超高,超高齢社会の日本では、世界に比べて非常にその介護施設でのクラスター、まあ、最近一部増えてきておりますが、死者の方が非常に少ない、多分、介護現場の日本のいわゆるエッセンシャルワーカーの方の多大な努力によって、この数字が生まれているということだと思っております。それでですね、コロナ禍で死の存在を突きつけられた先進諸国の人々というふうに書かせていただきましたが、 まあこれもかなりメディアで言われるようになりましたけど、まあ、特に今、えー、ロックダウン等でですね自宅で引きこもる方が増えますとネット中心にまあ1日を過ごする方が増えてまいりますでそのネットの中ではコロナの話とかいろんな話が出てくるんですがともすればやはり非常に暗い話、まあ、日本でもコロナうつっていうような言葉も出てきてるわけですがそういう中にあってですね、えー、先進諸国 まあ発展中国ときあまして先進諸国っていうのは戦後ほとんどその不条理な死というかそういう形で死をまだまだ突きつけられる機会が少なかったんですが今回のコロナでそれをまた再び我々はそれに直面するようになってしまったということであります。でそのような中でですね結構そのコロナ禍で結構その例えばアメリカ国内含め、えー、国家の中での分裂の問題 さらには米中の対立を含めて非常に国際関係上非常にささくらだった状態が出てきているんですがそれについてはですね以前から私も承知しておりましたけど社会心理学の理論の中でですね存在脅威管理理論という話がありまして人間がやはりその死の恐怖というか死を認識すると行動の原理が変わるというのはその理論のあらましでありますが例えばその人は例えば死と 死を認識すると、自分が非常に大事に思っているってことを改めて認識しそれに従って行動しなければいけないというふうな傾向があると言われてるんですが今回あの5月から始まったアメリカの BLM ブラック・ライブズ・マターの問題まだまだ収まっておりませんでさらには、えー、コロナ禍以前から起こってた米中の対立がここにきてかなり えー、軍事的な所得の懸念も含めて高まっている理由の中にあってどうもその死に対する恐怖死の存在を見つけつけられることによって、まあ、人々がイデ,オイデオロギー的に行動するって傾向が出てきとするとすればかなりこれは説明できるんではないかなと思っております。で一方日本については、えー、諸外国に比べますとまだまだ治安もいいですしそれからまあ対外関係も平穏に推移しているんですが。 まあ日本特有の問題としては特にその三月末に志村健さんが、えー、コロナでお亡くなりになった時に、えー、ご家族の方がまあ臨終にも立ち会えないしお骨になって戻ってきてしまったというところに非常にショックを受けた方も多いと思いますでよくまあ日本人についてはです、ねまあ、臨終コンプレックス臨終の場に立ち会えないということについて非常に申し訳なく思いコンプレックスを抱えてしまうというのはどうも 日本人特有の現象だと言われておりますが、まあ後でご説明いたしますように特に日本は戦後死生観というものが欠如しています死んでしまったら肺になる無駄になるというふうに思ってしまいますとせめて最後のご本人のですね臨時の前に立ち会いたいと思いが諸外国に比べて高いんではないんでしょうか、まあ、そういうこともありましてこの臨時コンプレックス、まあ、さらには最近そのコロナ差別という問題も出てきているんですが まあ、コロナイコール汚れという形にもなってきているんですが日本人はまあ過剰にやっぱり恐れている面があるのではないか、まあ、諸外国欧米に比べて死者の数が2桁少ないんですが非常にあの人々に与える心理的な影響が強い、まあ、これでまあ経済的な話で少し引き続けて申し上げますと、まあ、消費この間の46の GDP も輸出とともに消費の落ち込みが激しかったんですが、まあ、特にその消費の中で かなりの上と占めるいわゆるシニア消費というのが冷え込んだままの状況になっているということは、まあ、今後日本経済の回復についてかなり重しになるのではないかなと思っております。でそのような中にあってですね若干そのコロナとは、えー、話題がそれるんですが7月23日ちょうどまあ1か月ぐらい前ですが、えーまあ、京都で、えー、いわゆる ALS 食卓殺人というのを起きました。 いわゆるその近似ストロフィーというか、不、え、知、ー、の病にかかった女性がですね、まあ、安楽死をしたいというところで、まあ、宮城とか東京の医師の方がですね、そこに行って、まあ、いわゆる、えー、食と殺人を遂行したという話でございます。で、まだまだあの私、一般情報を見ている限り、ことの真相を本当にまあよく承知しているわけではないんですが、私自身、その多死社会という問題でいろいろ研究する中にあって、 まあ世界全体のいわゆる安楽死の問題も一,一通りあり勉強してまいりましたその中で一つちょっと気になりましたのは実は今回使われた薬というのは実は睡眠薬だったというのが公開情報で出ていますで実はその諸外国で行われてます積極的な安楽死、まあ、医師がまああの薬を処方して死に至らしめる、まあ、さらにはスイスのように自殺ほう助医師は、えー、致死薬を処方して 患者自身がその投与するっていう形なんですが通常その安楽死亡で使われている薬っていうのは菌歯間薬でありますでそれに対しまして今回睡眠薬が使われたっていうことはですね実はこの睡眠薬というのは日本でもいばホスピスという施設が結構もう普及しておりますけどまあ,あのさそのし最終盤、えー、最後の近い患者の方に安らかに、えー、行っていただくためにですね 痛み止めの薬として睡眠薬を使うことが多い、まあ、特にその痛みを止めるために意識のレベルを低下させますと実績には実は死期を早まるというのは実は言われておりましてで今回その宮城県の大久保医師がですね実はその、えー、ホスピスも手掛けていたという話を聞いておりましたので実は私あの確信はできませんけどホスピスの現場で実績に安楽死的な効果をもたらせた 薬ののの処方といいいううがが今後社会の監視が高まるのではないかという実は懸念をしております、まあ、実際に日本ではいわゆるその、えー、消極的な安楽死というか尊厳死、えー、っと無理な延命措置をしないということについては厚生労働省のガイドラインが決まっておりまして処方できるんですが積極的安楽死につきましては、まあ、刑法の特例になりますので必ず立法措置がいる。 ただこの問題がなかなかできない中にあって実績にはこういうことが行われてたんじゃないかということを私もす々関係者が聞いておりましたがその話が実は表立って出きてしまったんじゃないかということだと思いますで一方で私はその他社会ということにつきましてはすで、まあ、に、まあ後でご説明いたしますけどすでに日本というのは他社会にはなっているんですが象徴、まあ、的には2025年 ちょうど団塊の,の世代の方が全員後期高齢者入りする2025年が達社会だということで、まあ、介護業界とか、えー、注目しているわけですが、そうなりますと、ですね特に団塊の世代の方、特に男性は、非常にその生産性振興が強いということで、自分の体が自由が利かなくなったときに安楽死を求める声が高まるのではないかということを実は懸念しております。まあ、実際今回の食族作品では まあ、倫理学の専門の方含めてもうちょっとサポートの仕方があったんじゃないかという話もありますがただこういう達社会というか徐々に徐々に自分の機能が失われていって、まあ、夢も希望もないという言い方で言いますと語弊がありますけどそういう中にあって果たしてこの安楽死を求めずに生き,生きていく、まあ、社会というのができるんだろうかという意味での大きな問いかけ、まあ、死の意識のともにですねこのエーレサックスリン私にはどうしてもこれが 20歳になって仕方がないというところであえて取り上げさせていただきました。先ほど言いましたように日本はもう超高齢社会、もう2010年代もう超高齢社会。いわゆるその、えー、総人口に占める高齢者の割合が27%を超えますとまあ超高齢社会と言われているんですが、まあすでにもう高齢化率が28で2025年には30%になると言われてますが。 私はまあ超高齢社会という言い方ももちろん正しいんですが多子社会多くの方が死んでいく社会にも今なってきているんじゃないかというふうに思っているわけです。で昨年の死者数は138万人でこの死者の数がまあ推計によれば私が先ほど言った2025年には150万を超え2040年には170万でピークを打ちましてそれ以降20年間162万人台の人が えー、毎年死んでいいくという時代になります減がやって考えますと70年代80年代というのは非常に日本は死者の数が少ない社会でした毎年だいたい70万程度の死者でありましたしそれを考えますともう現在はそれの倍以上の方がおなりになっているしかもこの138万人という数字はまあ戦後早々戦前っていうか1140年日本で空襲が始まる以前の 死者の数よりもはるかに多くなっているという意味では、かなりその死というものが、社会におけるプレゼンスが高くなっているという状況であります。でさらにもう一つ特徴的に言えることは、まあ、これまで多死社会、まあ、先ほどあの14世紀のペストという例を挙げましたが、まあ、感染症ですとか、それから戦争による多死社会ということが、まあ、人類は経験しておりますけど、今日本が迎えようとしている多死社会というのは、 長くて看板なしという言い方を私はしているんですが、まあ、ほとんどの方が今、今でもその死者の方の9割が高齢者ですが、まあ、死因の中では例えばまあがんですとか、それから心臓の病、まあ、今、死因の第3位が老衰ということになっていますが、長くてゆっくりゆっくり時間を経ながら、まあ、緩やかに、まあ、ある意味では畳の上で死んでいくという社会になったわけですが、ただそれはそれで人類初めての社会ですので、 それなりの対応も必要にななるんじゃないかと思っておりますそれで右の方に移りますけど、まあ、これまで高齢者の関心、まあ、政治でも行政でも、まあ、超高齢社会に備えて、医療、介護ということを従事していくということはお話しされているんですが、まあ、実際にその団、まあ、階の方が75歳になった場合には、その先の看取り、自分はどういう形で死んでいくんだろうか。 まましくく QOD、クオリティブデスとといいいうもののが重要にななってくるんじゃないかと思いますでこの QOD という言葉については、まあ、2013年ぐらいから厚生労働省が検討を始めているんですが、まあ、そもそもは1980年代のイギリスに始まり、まあ、ヨーロッパではイギリスとかス,スウェーデンがかなりこの問題に取り組んでおります、まあ、やや少し語弊のある言い方ですが先ほどその、えー、欧州では介護施設で多くの方が亡くなっているって話をしましたが スウェーデンの場合は、まあ、メディアの報道によりますけど80歳以上の方についてはもう ICU に入れないという措置を取っているということで無理して延命措置をしないと延長線上に、まあ、コロナの対応もあるのかなと思っておりますですから、まあ、日本の場合はまだ医療介護という前提で、まあ、なるべくその平常な生活に戻れるという形の取り組みをしているんですが、まあ、そうは言いましてもゆる年の夢は勝てないということを考えた場合に やはり高齢者のこのみ取り自分、自分はどうやって死んでいくだろうかということについての光を当てない限り、高齢者のやっぱり死の絵の漠然たる不安があります。でそうなりますと、まあ、これはもう経済学者も言い始めてますが、本来、高齢社会になれば、貯蓄が取り崩されていく社会にはなるんですが、日本に至っては相変わらず高齢者が旺盛な貯蓄行動に走っており、まあ、その裏返しとしてなかなか消費が盛り上がらないという現象があるのは、 はははのとところににも少し取っ掛かりりがあるんでなないかなと個人的には思っておりますで、まあ、経済産業層ですからいろんな社会の移行に伴って、まあ、リーディング産業ということを考えなきゃいけないというふうに考えがちなんですが、まあ、確かにその他社会っていうのはもうかなり5年ぐらい前から言われてましてその時、まあ、実際にいろんな関係業界のあれではこれから死ぬ方が増えれば葬儀業界は儲かるんじゃないかという話もありました。 まあただ実際ご案内の通りそれが全く期待外れに終わってしまったわけですまあ実際あの私も昨年12月に,に父親を見取りましたけど、まあ、その時経験いたしましたのは非常にその葬儀に参列する方が非常に少ないということが明らかになりますでさらには最近はその実際お坊さんにお経をあげてもらわずにいきなりその火葬場に持っていくいわゆる直葬という言い方がありますが、まあ、東京ではもう3割ぐらいの方がそういうことをされていると。 いいいうに聞いている次第でござまます、まあ実際あのここに変わる弔いのあり方ということを書かせていただきましたけどまあ昭和の時代まあかなりまあ昭和っていうのはもう平成の前の時代ですからご記憶の方もいらっしゃらないかもしれませんが昭和の時代の葬儀っていうのは非常にもう派手でした葬儀バブルと言ってもいいぐらいの状況でありましてまあ実際に私もあの小さい時に祖父の死に立ち会いましたけどもうほとんど遺族というかはもうえー 訪問者のお世話ばかりで全然悲しめる暇もなかったというところでありましてある意味ではその弔いの仕方を忘れてしまったと逆に言うとその総理業界で総理の,の場で忙しくすることによって死、まあ、生観というものの空白をもしかしたら日本人は埋めていたのかもしれないなというふうに思ったりするわけでありますそれからさらにまあこれから後でご説明しますけど、まあ、どん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 体の銃が効かるくなってしまって、えー 死、まあの宣告が受けた患者にとってはスピリッチャルペインいわゆる魂の痛みというような言い方を悩む方が多いということを結構医療関係者からお聞きするわけですがその中にあって私今日本で一番の大きな問題っていうのは日本の宗教関係者が姿勢感を語れない子だと思いとだ思ます。まあ、最近臨床宗教史のような制度ができて少しまあその方が書いた本が売れたりする時代になっているんですが その本を読んでみてもやはり死生観は語っていません。でまあこの臨床宗教史が元になったのは、まあ、カトリックのいわゆるチャプレンが元になっているんですが当然カトリックについては皆様ご案内の通り最後の審判まで死んだら人間は煉獄にいて天国に行くのをひたすら待つしかも日本と何ように追善供養という制度があるということでそういうことが語れるんですが、まあ、確かにこれだけ科学が発達して そのカトリックの死かにどれだけ、まあ、ヨーロッパの人はアメリカの人が信じるかどうか分かりませんがただ実際死刑かを一切語れない日本人というのは非常に大きな問題ではないかやはり医療関係者の間でかなりその、まあ、スピリチュアルペインに悩んだ患者の方から俺は死んだらどうなるんだろうかというその魂の叫びを聞くということをよく聞いておりますでまあそれとの関係でもあるんですが本来これだけの,その高齢多社会になれば ターミナルケアに対する需要が高まっていいんですが、まあ、あの保険制度で、まあ、介護保険という制度で始まったという、まあ、制度の問題もあるんですがなかなかその介護従事者の、まあ、労働環境はなかなか良く売らないということで、まあ、離職者の高さは非常に有名でございます、まあ、介護関係者自身のいわゆる有効求人倍率が4倍で,で実は今コロナで非常に大きな問題になっているんですが あの訪問介護、訪問ヘルパーの方の、えー、有効求人倍率はなんと14倍になっているということのようでございます。で、多分コロナが終わった後に、まさしく2025年になって、後でご達人しますが、段階の方は結構マイホームを持っている方が多い方が多いと思います。本当にその段階の方が、やるその訪問介護を人とした場合に、日本ははっきり言って、もう成り立たない状態になるつつあるかもしれません。まあ、よく言われてますのは 低賃金、いわゆる産経労働なんていうことを言われているんですが、いろいろとその介護関係者とお会いしたりとか、本読んで気づいたのは、実はその低賃金だけが要因ではないということのようです。で、実は先ほどから申し上げてますように、死がタブーし、死んだらおしまい、死を意味付けできないということについては、どうしても、まあ、関係者、いわゆる燃え尽き症候群になってしまう。またしく QOD 先進国であります。本来 他市社会ですから、QOD については、イギリス、スウェーデン以上に、もっと国民的な議論があってしかるくべなんですが、なかなか。まあ、戦前、戦後の負、まあの遺産。まあ、ちょっと今日は時間がありませんので、走りますが、そういうその反動で、まだまだその状況は続いているということであります。で私は、その中にあって、この2年間ぐらい、実は、見取り市という仕事に注目しております。あの私は、その見取り市の柴田さんという方と会ったのは。 まあ、2, 年2年ぐらい前なんですが、まあ、彼女はもともと、えー、介護の関係で仕事を始めましたが、まあ、2012年に、まあ、日本見取り司会というのを作りましたで実際に今その介護をやらずに最後の終末期の見取りの部分だけに特化して、えー、在宅の方中心にその、えー、見取りをするご家族のサポートをするという仕事を始めています でまあ、先ほど言いましたようにあの、えー、日本というのは死が隠蔽されましたので、えー、在宅で死ぬ方が毎年、まあ、13%、それに対して病院で死ぬ方が77%ですから、在宅で見取りをする作法というのは、日本ではかなりなくなってきています。まあ、それをなんとか復活させていこうということで、今、柴田さんが取り組んでいるんですが、ただこれは非常にその、まあ、売りが抱きしめて見取るというものですから。 このコロナ禍で3密の典型になってしまいますので今活動は自粛しておりますがすで、まあ、にあの見取り師の資格を持った方が1,000人を超えて、まあ、柴田さん自身は年に3万人の見取りをを作りたいといいとう野望を抱えているわけですでその中で特に私がその柴田さんの取り組みの中で面白いなという,うに思ったキーワードはです、ね「望、まあ、ましい師」というまあ新しい姿勢感を彼女が打ち出したところです。 さっき言ったように、その遺物論的なその思想が日本ではえ今広がっておりますから、死は無駄だと、死んだら灰になるということですが、そうじゃなくて、あえてポジティブな死生観、望ましい死のあり方があるんじゃないかということを言っています。まあ、実際、柴田さんがプロデュースされた死については、非常にそのえ死を、達成感のある死を迎え、いわゆる最近日本では、そのえ一方と死別した方が、非常にグリーフケア、 非常にその喪失感を抱えて非常に心の悩みを抱える方が多いというのが問題になっておりますが、柴田さんのその作法であることによって、グリーフケアがいらなくなるというまあ効果も出てきているということに注目しまして、私はこういうところにやはり介護産業における新たな価値、もっと言ってしまえばターミナルケアという究極のサービス産業、他社化におけるリーディングインダストリーとしての肝がここにあるんではないかなと思っております。 では次のページお願いしますそれで、まあ、これで最後になりますが、まあ、あの今月7月に、まあ、リエッティの、えー、ポリシーディスカッションペーパーをもとに、まあ、タイトルは人は生まれ変わるという本を出しまして、紀日、国屋の新宿本店には見事スプリッチャルのコーナーに平積みされておりましたが、私はやはりそのその先ほどのターミナルキアの価値付けも含めて、 それぞれの日本っていうのは死生観っていうものを確立する時代が入ってきているんじゃないかということで本をまとめさせていただきました。まあそうは言いましてもただ昔のような昔の宗教の資生観をそのまま信じるってわけにはいきません。実際私も含めてとりあえず自然科学の洗礼を受けている現代人からしてみるとあまりにもそれに反するようなことを信じろと言われても無理です。ただまあ本でも書かせていただきましたけど 実際にアメリカのバーニア州立大学の中でイアン・スティーブンソンこの方は2007年に死んで後任の所長がまだ現在も取り組んでいるんですが60年にわたって世界全体の過去性記憶を持つ子どもたちについての研究をしています実際にその過去性記憶を持っていると子どもの情報を聞くと現地に飛んで実際子どもが言っていることが本当に正しいんだろうかという裏付け調査をします まあそれによって2600ぐらいの事例の中で、7割ぐらいで実は裏取りができているというところであります。で確かにこれ、なぜそんなことが起きているのかということは分かっていません。ただ、2000の事例で過去性教訓があるという、この一つのまあデータベースというのは、もしかしたら、今の,その自然科学におけるパラダイム変化が生ずる全国現象としてのアノマリ、 変則現象ととししてて考えられれるかもなないいな思っています、まあ。実際にあのバィア大学も量子物理学をもとになぜ過去性恐怖を持った子どもが生まれるんだろうかと研究をしていますが、まあ、私自身も、まあ、全く文系で理系の理由でも知らないんですが、まあ、魂が不滅はしないけど量子物理学の議論によってもしかしたら私たちが体験した記憶っていうものはもしかしたら宇宙のどこかで、えー、データベースとして残り その次の方がアクセスするという可能性があるんではないかなということを書かせていただきました。で次にですが、まあ、実際私どもっていうか私自身最近その死生観を集中的に勉強したところどうも日本人というのはの本当の死生観というのは生まれ変わりではないかなと思うようになってまいりました。まあ、まあ、若い世代の方はこういうことをおっしゃりませんけど袖すり合うも多少の縁というこの多少というのは他のせいですから多分そういうことが 一般の庶民の間では信じられてきたんじゃないか。まあ、実際、の縄文時代の土器の分析を認知科学でやっている学者のまあ言説も書かせていただきましたけど、縄文時代の我々に日本列島にいた我々の先祖は、あまり死という概念は断らずに、キーワードは再生、生まれ変わるということを信じて、いろいろ、いわゆる呪術的な行為を行ってきたということが言われています。それから3番目ですが、まあ、あるかどうかは別として、 非常にプラグマティックに考えますと、生まれ変わり、もしかしたら俺、生まれ変わるかもしれないなという信念は、非常にその心、いわゆるスピリチュアルペインの薬になるということが医療関係者が気づき始めてまして、実際私の知り合いの開業医も、このような心の薬を処方することによって、今の医学では全く対抗できないスピリチュアルペインに対する治療法を今、気づきつつあります。それからさらさにですね まあ今の世界が起きている、まあ、地球環境問題も含めて一番の大きな問題は、いわゆる世代間倫理の情勢、私たちが好き勝手なことをすることによって、将来の子どもとか孫の世代にひどいことになってしまう、いくらまあ巧妙な哲学者とか、倫理学者が言ってもなかなか人々の行動が変わらない、ただ、もし生まれ変わるという信念を持ったら、世代間倫理の情勢ができるんじゃないか。 まあ実際あの京都大学の西浦,先生西浦先生の本を読みますとブータンっていうのは、えー、一般庶民が今でも生まれ変わりを信じているそうです。そのブータンの人たちを観察するにつけて我々のような自我という殻も薄くてもう少し違った緩い社会ができているということこれは本に書かせてあげますけどそういうふうになっていくのも一つの手なのかなと思います。それから最後にに、なりりますけど、コロナ禍の世界大変動を乗り切るために 先ほど存在、えー、脅威管理理論の話をしましたけど、まあ、あの精神分析の素であるフロイトがです、ね、死の欲望人間には死の欲望タナトスというのがあるんだとただそれをいあのことさら隠蔽することによってむしろそれがどん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 エネルギーを貯め最後に爆発をするということで、まあ、人間がどうしてもその不必要な戦争をしてしまうのはそのせいではないかという言い方をしたんですがこの中でどん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 人々が 心がささくれだった中にあって、まあ、国内の分裂さらには障害国の分裂ということを考えた場合に日本も含めて世界はもう一度その死生観遺物論的な死生観死んだらおしまいになる人生は一人きりって考え方について少し考え方の修正を入れることによって今よりマシな社会ができるんじゃないかなと思ったりしています、まあ、そういう意味で今日のお話はリーティーという非常にその経路経済学という アカデミックでかつ非常に高所な研究をするところにあって、ほとんど変則,業変則研究というか、ほとんどもう異端児に過ぎないんですが、まあ、実際あの、これから非常にその、えー、不透明性が高い社会にあって、必要なのは、えー、ダイバーシティ、多様性であります。まあ、そういう観点でこの研究を求めることをご承知いただきましし、改めて、それからさらには本を出すこともお見せいただいた、レ、まあ、エティ自身の,そのダイバーシティの良さを 改めてこの場を借りて感謝しまして、とりあえず私の説明を以上にいたします。どうもご清聴ありがとうございました。以上です。